シークレットベース K ステーション。皆さん、シークレットベース K ステーションへようこそ。 K ステーションの隊長の近藤かな子であります。この番組ではリスナーの皆さんには K ステーションの隊員候補生となっていただきまして、一緒に学んだりしつつ、ゆくゆくは候補生から隊員に昇格していただきたいと思っております。昇格方法は番組宛にメールを送っていただくだけ。毎回いただいたメールの中から昇格者を決めていきます。見事隊員となった方には隊員証をお送りいたしますので、メールどんどん送ってくださいね。ということで、はい、5月ですね。はい、5月、ただいま収録はゴールデンウィーク真っ只中でございますが、働いておりますよ皆さん、お疲れ様でございますはい、いやもうなんか桜は散るの早いし、5月になるかなと思ったらなんかすごい急に初夏みたいな暑くなったりもするし、雷鳴るし、大雨ザーって降ったりするし、いやー不思議な天候でございますね。ちょっと皆さん体調崩さないようにしてくださいね。まあもうね、そんな気候の中だからかね、私も最近眠れないってことが多くって、そう、眠れないって思って、ほんと全然眠れなくなっちゃって、あ、でも明日朝から仕事なのにって思ってて、あの携帯で眠れないって検索したんですよそう、でもそしたらなんかあの眠れない方へのなんか早く睡眠に眠りにつける方法みたいなのが出てきて、それでやったやつでそこ寝れたんですよ。意外とあのまあお布団に入って、まあ、横になってるじゃないですか。その時にあの目つぶって3秒で息を吸って、7秒で息を吐くっていうのを多分ね 2,3 回やったぐらいでね、多分寝てた。いつの間にか朝だった、うわっつって本当になんか瞑想睡眠法みたいな感じで出てたんですけど、まあだから多分一回目を閉じる、光を遮断するっていうのと、あとやっぱりその呼吸を整えることによって体の全体のリズムが落ち着くじゃないですか。やっぱり心臓音とか、あと筋肉とかもやっぱり深呼吸しなさいって言うじゃないですか。どんな時でも、歌う時でも緊張するからとか、やっぱ呼吸って必要、ちゃんと重要みたいで、3秒吸って7秒でゆっくり吐いてるうちにね、寝てた。びっくり。もうね、4時ぐらいになっちゃってたから、やべえやべえと思ってたんですけど、超慌ててたのにゆっくり呼吸したら寝れましたぜひ皆さんも寝れないなと思ったらちょっとやってみてくださいね。はい、ゴールデンウィークでね、疲れてる体も休めないといけないんですからね。はい、ということで、いつものコーナー行ってみましょう。みんなにアンケート。はい、みんなにアンケートです。今回のトークテーマはゴールデンウィークどこ行く何するでした。皆さんからメールいただいております。まずは隊員ナンバー43番アキさんからです。近藤さん、こんにちは。こんにちは。今回のお題ですが、自分のゴールデンウィークの予定は、ゴールデンウィークのほとんどが仕事ですが、1日だけお休みがあるので、休みの日は家族と一緒にお出かけする予定です。なかなか家族で一緒に過ごす時間がなかなか取れなかったので、お休みの日に家族と一緒にお出かけしようと思います。とのことです。やっぱりゴールデンウィークが仕事ですかね。多いですよね。まあサービス業は特にそうだったりとかするし、だってゴールデンウィークだからこその稼ぎ時だったりとか、ゴールデンウィークだからこそあんまりクライアントさんからのオーダーがないから、仕事に一点集中して仕事できるとかね、そういうのねあったりするじゃないですかね。わかるってはい、そうですね、わかります。そんな感じですよね。でもやっぱり1日お休みあるんだったら、ご家族とねどっかに行けたらいいですよね。まあ混んでるかもしれないけれども、まあ混んでたねって家族でみんなで話すだけでもなんかいい思い出になるんじゃないかなと思います。アッキーさん、ありがとうございます。続きまして、隊員ナンバー14番シークレットネームたけぽんさんからです。こんちゃん隊長、こんにちは。こんにちは。私がゴールデンウィークに何をするかというと、いつも通りゲームをして過ごすでしょうね。
品切れが続いていた任天堂スイッチをようやく手に入れることができたので、ゴールデンウィーク中はマリオカート8デラックスにハマっていることでしょう。余裕ができたらゼルダもやってみたいですね、とのことです。あー、マリオカートのあれすごい面白そうですよね。すごいいろんなキャラクターが出てくるやつですか、 CM やってるやつ。へースイッチな、私は全然手に入れられない。まあまあもう品切れではないんでしょうけどね、なかなか家でゲームをする時間もなかったりとかするけども、まあ休みだからこそゲームできたりしますしね。まあ任天堂スイッチ系のゲームもそうですし、あとまあ対戦格闘ゲームブレブルの方もですね、あのきっとゴールデンウィーク中は昼間日中でもきっとネットワーク上にいっぱい猛者たちがいると思いますので、ぜひぜひ皆さんでゲームして遊んで楽しいゴールデンウィーク過ごしてくださいね。はい、タケポンさんありがとうございます。続きまして、タイナンバー5番、シークレットネーム関根さんからです。近藤隊長こんにちは。こんにちは。今回のお題ですが、友人が久々に地元に帰ってくるとのことなので、一緒にのんびり過ごそうと思っています。あー、いいですね。やっぱり地元出ちゃった友達と久々にゆっくり過ごすっていうのは、なんだろうな、一人で過ごすゴールデンウィーク休日よりも余計に休日感ありません？なんか心が休まる感、なんか一人の時間よりもやっぱり友達と新しいことを知って、なんかの楽しかったねっていう話題もそうだけど、昔ああいうのあったよねみたいな話をするとめっちゃ心が安らぐ。なんだろう、あれって不思議じゃないですか。昔のことってなんか嫌なことでも今話すと全然いい思い出だったりしませんね。え、あれ不思議。しかもなんか私すごいあれ嫌だったんだけどっていうことに関して、え、何それって聞き返してくる友達、え、一緒にいたよねみたいなあれ、あの時ああいうことあったよね、え、そんなことあったみたいな、まあそれぞれのね、なんか記憶のねなんか記憶のボックスの使い方が違かったりとかで、まあそういうのも面白かったりしてね。ああ、ぜひぜひお友達とゆっくりゴールデンウィークを過ごしてくださいね。ありがとうございます。はい、あ、もう一ついきますか。はい、タイナバ3番、シークレットネーム新庄直江さんからです。かのこ隊長ご機嫌うるわしく存じます。よくってよ、あれそういうことよくってよ、違う、うるわしゅう、あ、どなんて返せばいいのか分かんないはい、さて早速ですが今回のトークテーマですが、今は仕事が忙しいので休日出勤です。できれば国立科学博物館の大英博物展を見に行きたいと思っていますが、ではまたとのことです。あー、また仕事かなどうかな。でもね、ゴールデンウィーク中に休みができたとしてもどこも混んでますからね。博物館とかだとやっぱ結構広いとか広いけど、なんかすごい狭い通路とかだと渋滞するんですよね。で、見たいものが見れなかったりとかする。私も前、昔見に行ったミイラ展とか、見たいミイラが全然見えないっていう、そう、見たいミイラが全然見えなくて、すごいなんか あちこち行くけれどもチラチラしか見えなくて全体像がつかめなかった。後で、で本を買うみたいなそう、博物館いいですよね。涼しいし静かだし、なんか平日の博物館が私は好きです。できれば平日ゆっくりと一つの作品を、一つ作品っていうのもおかしいけど、一つの展示品をなんか30分ぐらいずっと眺めてたり、絵画と同じ感じでミイラとか、あと恐竜の標本とかそう、はい、しんじょさんありがとうございました。はい、皆さんたくさんのメールありがとうございました。まあ私のゴールデンウィークは、私もまあ仕事をしたりしつつ、まあ天気が良さそうなので、今のところの天気予報だと、まあちょっとした遠出で空いてそうなところ、あの一個ちょっとどうしようかなって思ってるのが、駒沢公園あたりのあのオクトーバーフェスト、世界のなんか食イベントみたいなのやってて、そこだったらそんな混んでなくないって思ってて、お台場とか混んでるけど、まあビール飲みたいなって思ってまして天気のあの昼間から外でビール飲めたらいいなって思っててだけど煽りたいかなと、はい
そんなことないです。友達となんか行こうかみたいな話をしつつでございますけれども。はいはい。皆さんもぜひなんかゴールデンウィーク楽しい思い出あったら、このコーナーに関係なくぜひ送ってきてくださいね。さて、次回のトークテーマですが、こちらメールいただきました。サインナンバー14番、たけぽんさんですね。ありがとうございます。次回のみんなにアンケートのテーマですが、母の日にカーネーションと一緒にあげたプレゼントは何？というのはどうでしょうかと来てますので、こちらのトークテーマに決定したいと思います。次回のトークテーマ、母の日にカーネーションと一緒にあげたプレゼントは何？今年でもいいですし、今までお母さんにあげてきたプレゼント、何あげてきたかぜひぜひ教えてくださいね。メールの宛先は、k_secret@target-end.com k_secret@target-end.com までです。COM です。はい、それではシークレットベース経由ステーション第77回、いってみよう。近藤かな子のニューアルバムフラクション発売になりました。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、もう皆さん手にしていただきましたでしょうか。今回もですね、渾身の一枚となっておりますので、聴いていただける曲とかがあったら嬉しいなと思います。今回初めてですね、ミニボイスドラマを収録しておりますニューアルバムフラクション、よろしくお願いします。みんなたくさん聴いてね。暗号解読。このコーナーでは謎の単語を解読していきますよ。もしかするとすごく勉強になるかもしれませんよ。はい、なんかコーナーの間で肉食べたいって話になりました。お肉食べたいですね。何肉がいいですかね。牛肉がいい。豚肉が、私は鳥が好きです。鳥年だけに鳥が大好きです。この間マクドナルドの今15個パックで390円ぐらいで売ってて、マクナゲット、そう、買って一人で全部食べました。ちょっと嫌になってくんですよ。ここがちょうどよかった。うん、でも全部なんとか食べきった。でもちゃんとソース3つつけてくれるんですよ。そう、びっくりした。1個だけだと思ってたんですけど、3つソース選んでくださいって。うん、確かに。美味しかったな。マックナゲット好きなんですよ。はい、ということで今回の謎の単語を紹介します。今回の解読するのはこれ、青木まりこ現象。青木まりこ現象、今すごい戸惑っちゃった。全くなんだこれですね。青木まりこさんが目の前に現れる現象ですかね。そういうしかない。青木まりこ現象。これはまあ、何ですか？この現象の始まりなのか、この現象を見つけた人が青木まりこさんなのかなっていうところですよね。後者。青木まりこさんが見つけた現象。なんで自分の名前つけちゃったんでしょうね。あ、ポイント、なぜ自分の名前になっちゃったのか。この人しか起こせない現象だからじゃないですか。 IBM 細胞みたいな、なんだっけ、言えてない。そう、青木まりこ現象、どういうことだ。わかんない。青木さん、女性特有の現象なんですかね。知ってる人いるかもしれない、年代によっては。そういうことだと、マチコマキみたいな感じで、青木まりこさんがしてた髪型がすごい流行って、青木まりこ現象ですみたいなことになった。聖子ちゃんカット的な、聞いたことないけど、青木まりこさんはハイカラな感じではない、マチコマキの方向でもない、マチコマキでもない。マチコマキっつってもきっと今聞いてる人ほぼほぼ分かってないですよね。検索してください。ヒント1、身近で起きる現象です。はあ、この青木まりこさんは科学者ではない
ですね。あ、そんな気はした。なんだ、身近で起きる現象だと、女性の身近で起きることは、まあ料理をしててなんか起きる現象か、掃除しててか、化粧？あ、メイクをめっちゃ盛れるのが青木まりこ現象。もう本当になんかもう、能面みたいなこう人がメイクすると、すごい目パッチリの超可愛くなるっていうやつがお決まり子現象。あれ本当にね、あそこまでメイクで変えられるのすごい私羨ましい。うん、芸術ですよ。そう、私メイクしてても全然変わんないねって言われるから、え、頑張ってんだけど、頑張ってもいないのかな、わかんない。もう全然変わんないし、やりすぎるとすげえ毛ばくなるからできない。その方がいいですか。ありがとうございます。まだ褒められてる。続きましてヒント2、体に関する現象です。体に関する現象、なんかしてた時に体に起こる現象ということですかね。なんだろうな、体に関する、うん、違うよな。ストッキング履いて伝線するのが青木まりこ現象じゃないですもんね。それ体じゃないですもんね。ストッキングに起こる現象ですもんね。体に起きる現象、青木まりこ、青木まりこ現象、体に関する現象、それなんか関節が外れるとかそういうことですかね。脱臼したのをすぐ治せるのが青木まりこ現象とか、顎外れるとか、女性でも女性特有の体に関する現象なんですかね。あ、そういうわけではない。なんだろう、青木まりこ現象は、なんだろう、あ、10円ハゲになるのが青木まりこ現象。違う、ストレスかかっちゃって、あー青木まりこがーっつって青木まりこ出てきちゃったよって、10円ハゲっつったら深刻な感じがするから、青木まりこがちょっとっつって、あ、やられたよみたいな感じかな。違うな。違うって。ヒント3、この現象が起こる人と起こらない人がいます。これ私起こる人ですか。あ、それは分からないんだ。やってみないと分かんない。統計によると、はいはい、3割の人がなる。7割の人はあんまり感じたことがない。3割の人はあからさまになる。どういうことですか。どういうこと？チュパカブラに血吸われたとかそういうことじゃないですもんね。これ分かってる。3割ぐらいは、あ、なんか血吸われたなみたいな、インキュバスに血吸われたな、あ、インキュバスか、インキュバスに血吸われたなって分かってるけど分かんない人といるみたいな。3割もある。あー、ちょっと血抜かれたなつってなんだろう、人よくなんかこう親指が手の甲につく人いるじゃないですか。手のひらじゃなくて、あれそういう軟体人間の人、青木まりこ現象、軟体青木まりこ現象違う。なんだろうな。怒る人と怒らない人がいます。まぶたひっくり返すあれいませんでした、小学校の時、まぶたひっくり返してすごいなんかすごい自慢してくる人それじゃないそれじゃない、現象じゃないびっくり人間のほぼじゃない。そうか、ダメだな。ヒント4、特定の場所に行くと起きる現象で起こると困ります。高所恐怖症に近い、そういうしゃっくりが止まらないではない。どこかに行くとなる。あれ、スカイツリーとかすごい、サンシャインとか、そう、エレベーターで、こう、すごい上の方行くと耳がピーンってなるじゃないですか。あれが青木まりこ現象。鼓膜が張っちゃうやつ。で、水抜きじゃないや。鼻抜きしないといけないやつ。あれ青木まりこ現象。発想的にはいい。なんだ？あまりいい現象ではない。大変困る。あれか。本屋さんに行くとトイレに行きたくなるやつ。正解！正解！おお！
なんか特定の場所で他に高所行かないんだったらどこかなと思ったら結構身近だった、身近って書いてあったし、ヒント1でね、まあ怒ったら困る現象言うじゃないですか。あ、青木まりこ現象って言うんですか。へえ、何それ、すごい当たっちゃった。よかった、ヒント4で。一応ヒント5は何だったかと言いますと、苦痛を伴う現象です。苦痛ですよね、苦痛ですね。本買いたいのになんかレジ混んでたりすると本当に苦痛ですよね。わかりますわかります。だから本屋の隣にね、あのうちの近くはトイレがちゃんと常設してあります。はい、本当にあれはね考えた考えたよ、ビルの人。うん、はい、ということで、青木まりこ現象とは、本屋に入るとトイレに行きたくなる現象である。1985年に発足された、本の雑誌40号にて、青木まりこと名乗る読者から、本屋に行くとなぜかトイレに行きたくなると投稿があり、これを読んだ読者から、自分も同じ症状になるなどといった投稿が大量に寄せられ、翌41号にて作家の椎名誠が青木まりこ現象と名付けて特集を組んだことが由来となっている。これ青木まりこさん迷惑じゃないですか。めっちゃ迷惑ですね。椎名さんが勝手に人の名前取っちゃった。青木現象とかだったら、まりこ現象とかだったらまだいいのに、フルネームっていうかわいそうこの症状については、医学的科学的な解明はされていない。ただ原因とされている推測はいくつかされており、いくつかを挙げれば、本屋に入った時の独特の空気やインクの香りが、排泄欲を刺激する、次にトイレのない書店で排泄をしたくなったら困るというプレッシャー、本を読む際に副交感神経がオンになるため、へー、次に、トイレで活字を見る習慣が身についてしまっているため、本屋で大量の活字を見ることで条件反射してしまう。こんなパブロフの犬みたいなそんなしかトイレで、おじさん限定ですよね。そんなトイレで本読まないですよね、新聞とかね。まあいくつかあるが、どれもその根拠に至っていない。真意性のあるものであるらしいことは言われているが、真意性か、心のね、うん、なぜ本屋なのかに対しての理屈は未だに見つかっていない。まあ一番よく言うのがインクの香りがって言いますよね。うん、もう最近は、あ、まあそっか、雑誌のインクは変わったけど他のインクは変わってないか。青木さんかわいそう、まさか自分の名前が、本当です。なんとなく投稿しちゃったら、そうなんですね、雑誌組まれる、特集組まれるぐらいだから、すごいみんなで、あ、俺も私もみたいだったんですよね。すごいな、青木さんは今お元気でしょうかまだね、苛まれてるんでしょうかね。私も結構トイレに行きたくなるんで、本買ったらそうトイレに行きます。3割に入りますね。本当あれ不思議。物探していると、そんなにないかな。服屋とか行ったりとかしても、そんなに。ホームセンター、ホームセンターはなんとなくわかりますね。なんか広いからトイレ行っておかないとなんか大変なことになりそうみたいな、こうあれ、これですよね。なんかプレッシャーで排泄をしたくなるというこの2個目の要因とされているやつ。物に囲まれている中で物を探さなくちゃいけないというプレッシャーから排泄欲をかきたてられるあ、でも不思議なのが、あれ大きい方じゃなくて小さい方じゃないですか、これって。あ、どっちもですか。あ、そうなんだ。あれはやっぱりそこは違うんだ。でも排泄欲は、やばいな。これは勉強になりましたね。勉強になりましたね。だから今度ぜひお友達とかと本屋さんに行った時に、トイレに行きたくなったら、やべ、青木まりこが来るっつってトイレに行ってください青木が俺を襲ってくるからトイレに行ってくるねって、ぜひ早めにおトイレは行ってください。我慢しない。そう、
我慢したら体に悪いからね。いけないんで本当に。血中にアンモニア回るとね、頭痛くなったりするからね。はいはい、気をつけてくださいね。はい、皆さんは暗号が解読できたでしょうか。以上、暗号解読のコーナーでした。大丈夫だよ。このコーナーでは迷えるリスナーの方の悩みを私近藤かな子が解決していきます。今回も悩めるリスナーの方からお悩みいただいているのでご紹介していきたいと思います。シークレットネームミラクルオラクルさんからです。ありがとうございます。近藤さん、こんにちは。初めてメールします。ありがとうございます。自分は高校生なのですが、ある教科、数学が絶望的に苦手で、テストでも毎回ひどい点を取ってしまい、補習三昧になってしまいます。なんとか腰を据えて勉強しようとするのですが、体質的に合わないのか、全く集中することができません。授業も上の空です。どうすれば数学を克服できるでしょうか。アドバイスをいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。 PS 得意教科は体育で、部活はバレーボールです。ありがとうございます。体育会系なんですね。そういうことなんですね。運動がお好きということで、わかります。私もどっちかっていうと、どっちなんだろう、文系かな、体育会系かな。理系という、一応あの短大は栄養学だったんで一応理系に入ります。はい、一応両方やってました。プールも習ってたし、あの3歳から20歳過ぎまでバレエもやってたし、踊るバレエねやってたし、うん、かといってアニメとか好きだし、両方かな。はい、数学ね、まあ私もなんだかんだ数学は赤点ギリギリを毎回かすめてったぐらいだったので、はい、あ、ギリギリ大丈夫ですみたいな、この点以下は補修ですってあるじゃないですか、ギリギリ大丈夫みたいな、そうやったからな。やっぱ高校の数学ってなんか、え、こんなの今後使うのみたいな、そうマニアックなものばっかりじゃないですか。もう X とか Y が出てきた時点で、えってこれは何を言いたいのかがわからないってなるじゃないですか。もうほんと鶴亀山ぐらいで私は脳が止まるわけですよ。そう、はい、いやでもなんか計算だけじゃなくって、図形の面積を求めたりとか、底辺の長さとか線、一直線の長さとかを求めるのは好きだったんですよ、私。見えるから、あ、でなんか目に見えてわかるから好きだったんですけども、まあね、方程式、この方程式はいつ使うのかと、何のために方程式を使って計算するのかと、そう何のためには先生教えてくれない、今後何かに役に立つかもしれないからやっとけみたいな、なんか今後いろんなことを考える上で思考を助けるからやっとけみたいな、サインコサインタンジェントね、フレミングの法則ね。手でやれみたいなね、こうみんなフレミングやってまして、チェギラーつって、右手だっけ左手だっけって分かんなくなるね、たまにそれでね、つって視点があれ分かんないみたいななるんですよね。そう、方程式はだってその方程式の形を覚えなきゃいけないでしょ。それがなぜ覚えなきゃいけないのか、すごく疑問だった。つって
ねね、なんかそのプラスとかマイナスか一個でも間違えたらもう全く違う計算になっちゃうじゃないですか。で不正解になっちゃうし、あと証明ね、証明何を証明したらいいのか分かんなかった。ゆえにっていうなんか点点点って3つ打つのは好きだったけど、何がゆえにだかは分からなかった。そうそうそう、点点点ゆえにって点点点って3つ打つじゃないですか。点点点って三角形みたいな、三点リーダーみたいな。そう、あれちょっとした自分の中で流行って、あの友達とか手紙やり取りするときに、なんかどこどこ行こうよ、ゆえにどこで待ち合わせねみたいな点点点って言ってどこどこで待ち合わせしようちょっとだけ流行りましたけど、私なんかね、そう数学はね、まあどうしたら集中できますかね。あ、でも一個いいなって自分でやってたのが、あの数学の教科書には、まあ、答えは書いてないじゃないですか。でも参考書とかには問題と答えがちゃんと対になってついてて、で、もう分かんなかったら答え見ちゃうんですよ。で、あの答えを赤ペンで全部書き写して、でこれはなんでこうなるのかっていうのを自分で理解する、理解したらもう一回解くんじゃなくて次の問題に進んでったりとかしてたんですよ。なんかそれが結構自分の中ではいい勉強法だったなと思って、で参考書もなんか目についたのだけやるようにして、でなんかあのすごい参考書も薄いやつ買うんですよ。問題集もすごい薄いやつ買っといて、なんか適当になんか全部やるんじゃなくて適当にわーってやってって、最後まで来たよし終わりみたいな山張ってる、山張ってる感じだけども、なんかそう やった感がすごいあって、そう苦痛にはならないように、このやっぱりできたっていう爽快感ってある、達成感があると、なんかまたじゃあ次もやろうかなみたいな、ちょっとだけ心が気持ちが湧いてくるじゃないですか。それでなんかちょいちょい勉強してました。そう分厚い参考書買っちゃうと、もう本自体も重いし、ページめくんのもなんかちょっと開かないし、本ね、ページがね、もうあこんなに勉強しなきゃいけないんだみたいなのが、あのすごいズーンと気持ちが重くなるんで、薄い参考書とかあの問題集とかぜひ買って、あの埋めていってはいかがでしょうか。まあ授業はね、あのやっぱり団体で勉強してるものだから、一人一人のペースに合わせるのは難しいとは思うんですよ。だからまあ授業中は上の空でもとりあえず、あの黒板のメモとか取っといて、分かんなかったところはできれば先生に聞いた方が早いです。本当分かんなかった時は、職員室行って先生に私教えてもらってました。で先生も、みんなに教える時よりも個人で教える時の方が細かくやっぱ教えてくれるんですよね。で分かりやすい、分かりやすく教えてくれるから、あなんだそういうことだったのかみたいな感じで、いいんですよ。でしかもなんか授業で聞いてる上に先生からもう一回丁寧な説明を聞けるってことは、二重三重にもなんか脳に刺激を与えてくれて覚えることができるんですよね。理解できるんですよ。だからもし先生と一対一でちゃんと聞ける機会がありましたら、それでやってみたらいかがでしょうか。部活も忙しいと思うんですけれども、せっかく体育がお得意でバレーボールもだからすごい上手なんでしょうね。それでなんか補習があると部活出れないとかなっちゃってやっぱり残念だから、そこら辺はもう休み時間とかでもちょっとでも先生とか捕まえてちょっと教えてってやった方が、きっと先生の好感度も上がりますこいつできねえのに俺頼ってきて可愛いなみたいなだからそういう好感度ももしかすると上がって、よりなんかよくね教えてくれるかもしれないし、気にかけてくれるかもしれないから、そうそう、やっぱ気にかけてもらえた分なんか自分も頑張ろうっていう気持ちになってくるじゃないですか。たまにね、この先生大嫌いだから赤点取らないようにすごい頑張るみたいな人もいるけど、やっぱ先生と仲良くなって、それで楽しい気持ちでなんかお勉強してった方がやっぱりそのね、腰を据えて集中できなかったりとか上の空になっちゃうっていうこともまあそれがなくなっていくんじゃないかなと思います。こんな感じで大丈夫かな大丈夫かな、はい、できる限りのアドバイスでございます。はい、ミラクルオラクルさん、ぜひぜひ数学も、私も嫌いだったけども、まあね、部活も楽しむために、高校生活楽しむために、もうちょっと
頑張ってみてくださいね。はい、このコーナーでは皆さんのお悩みを募集しています。ぜひぜひ送ってくださいね。正式のコーナーになりまして、少しタイトル変わりました。新コーナー、小さな幸せです。このコーナーでは皆さんの身近で起こった小さな幸せを報告していただくコーナーとなっております。そう、ちっちゃいからちっちゃいからきっと大丈夫だよと変えないといけないかなと思ったそういうことはい、はい、ということで、今回も小さな幸せ送ってきていただきましたのでご紹介したいと思います。タイナンバー53番、シークレットネーム大きなミニブタさんからです。ありがとうございます。近藤隊長、スタッフの皆様、こんにちは。こんにちは。先日、母が飼い犬マルプーのシャンプーをしました。犬がふわふわになって撫でていて幸せです。あー、いいですね。あの洗いたての犬の何とも言えないふわふわさ加減ってたまらないですよね。あー、皆さんも想像してみてください。綿毛のようなワンちゃんが目の前にいて、なでなですると、わっわっ、しかもいい匂いがする、シャンプーの香りがふわーってする、幸せですね。皆さんも幸せになれましたか？このコーナーでは皆さんの身近で起きた幸せ、どんどん送ってくださいね。それではここで一曲お聴きください。ミステリーガールズプロジェクトさんのニューアルバム「ロックオン」より、石川愛理さん作詞、スパークリングエンジェルス。そろそろお別れのお時間です。
この番組ではメールを大募集しております。オープニングのコーナー、みんなにアンケートを。次回のアンケートのトークテーマは、母の日に何をあげましたかです。母の日にカーネーションと一緒に何をあげましたかです。ぜひぜひ送ってきてください。他にもオープニングでは皆さんのふつおたをご紹介したいと思いますので送ってくださいね。さらに今日からの新コーナー、小さな幸せ、皆さんの小さな幸せ送ってきてください。みんなで共有しましょう。そしてお悩み相談コーナーのきっと大丈夫だよにはお悩みを送ってきてくださいね。この他、本日もやらなかったコーナーの数々、怪人&ヒーロー、モッピー王国、古今東西、人物伝、だっていいとも、必殺まるまるまるなどあります。ぜひ他のコーナーにも送ってきてくださいね。メールの宛先は k_secret@target-end.com、 k_secret@target-end.com までね。さて、ここで今回の隊員候補生から隊員に昇格していただく方を発表したいと思います。今回はお悩み相談を送ってくれました、隊員候補生のミラクルオラクルさんにお渡ししたいと思います。おめでとうございます。ミラクルオラクルさんはこちらの番組宛てに、隊員に昇格したよという運をメールしてください。そのメールには本名と住所書いて送ってくださいね。隊員証をお送りいたします。皆さんも正規隊員目指してどんどんメール送ってください。はい、ということで、ちょっと新コーナーの小さな幸せがちょっとした都合になりそうでみんなで幸せを共有する、みんなでそれを想像して、あ、幸せだなって思える瞬間持ちたいなと思います。そう、でもやっぱりね、なんか疲れたとか言ってるね中でも、ちょっとね幸せを感じる、共有するだけでも心が軽くなると思うんだ。あのね、心軽くなるとやっぱりちょっと笑顔になるじゃないですか。笑顔になるとなんかこう免疫力上がるんですって。笑ったりするとそうするとみんな健康になる、みんな健康になって私のラジオずっと聞き続けてくれる、ライブにもイベントにも来てくれる、健康になるラジオとして頑張りたいと思います。合点的な方向じゃなく、笑顔になれる微笑みの長寿を目指して頑張りたいと思います。はい、まあね、今回も77回ですからね。77回、なんかあればよかったね。シンコーナー、そうっす、新コーナーやりましたからね。いや、いい新コーナー誕生しました、ありがとうございます。はい、今後の活動はツイッターやブログにて随時告知しております。まだあのツイートとかにもできていない情報いろいろありますので、ぜひ皆さん随時チェックしていってください。よろしくお願いいたします。この番組は各週金曜の配信予定です。この放送聞き終わったら速攻メール送ってくださいね。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はシークレットベースKステーション隊長の近藤かな子でした。まったね。この番組はターゲットの制作でお送りしました。